誇り豊かな部屋、エビ堂さんのご家族一家。このチャンネルの運営理念、エビ堂さんの伝統を大切にしながら新しい歌舞伎に挑戦する3人の活動を心温かい気持ちで応援いたします。市川團十郎襲名を記念、スカイツリーが一門ゆかりの柿色に。歌舞伎俳優の市川海老蔵さんが歌舞伎の大名跡市川團十郎を襲名するのを記念して、15日夜東京スカイツリーが一門ゆかりの柿色にライトアップされ、海老蔵さんが舞踊を披露しました。市川團十郎は江戸時代から続く歌舞伎の大名跡で、父親を継いで13代目を襲名する海老蔵さんが来月から東京歌舞伎座で襲名披露公演を行います。5日夜、東京墨田区の東京スカイツリーで襲名を記念したライトアップが行われ、点灯式に海老蔵さんと長女の市川ぼたんさん、そして8代目市川新之助を襲名する堀越勸玄さんが参加しました。3人が点灯のボタンを押すと、スカイツリーは市川一門の色として知られる柿色にライトアップされ、会場から歓声が上がりました。海老蔵さんはコロナ禍で延期していた襲名披露公演がようやくできることになり、やっとという思いです。緊張感を持って過ごしていますと挨拶しました。この後海老蔵さんが五穀豊穣を願う舞踊三番叟を披露しました。ライトアップを見た横浜市の50代の女性は、柿色はとても暖かい色に感じますと話していました。また東京の35歳の男性は、海老蔵さんをとても力強く感激しました。今まで以上に応援したいと話していました。ご視聴いただきありがとうございます。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。